物の部タンクイは日本書紀等に伝わる古墳時代の豪族。古事記に記載はない。物の部の物とは武士から来ているという説のほかに神秘的なもの、精霊などの魂を示しているという説がある。仙台旧児本義、天孫本義に物の部土地根大連の子としてタンクイスくネがあり、聖武天皇の時に大臣になり、石上神宮に仕えたとある。 また、同時代に、タンクイスクネが、三河実国造の吉見止め直妹と伊佐姫を、めとったという。日本書紀巻、第八によると、中愛天皇の崩御に際し、皇后方の沖縄永新し姫の村と大臣の竹内、スクネは、天皇の盲を一口した。その上で、皇后は、中富の伊勝連、大宮大友主君、物ノノベタン、クイ連、大友武士連にも、 天皇が亡くなったことを百姓に知らせてはならないと告げ、すなわち四の大部に命せて、百両を、両いて、九中を守らしむ。この年、白木の役のため、天皇を埋葬することができなかったという。天孫本人や、物ノノベによると、父は、土地根命、母は、部、諸熊蓮の娘である時姫とされるが、タンクイスクネと、たけし諸熊蓮は、 同世代の人物とされる。獅子すくねの祖、あのお足にの娘である姫古いのちとの間に五十、ことすくね、慶光天皇妃の五十こと姫いのち、五十近連の三つ子を、また、つと武たけくんの祖、ふとたまのの娘であるかも姫との間に、あむちかつられんの祖、ちくしれんを、また三河実国像、吉見とめじかの妹である伊佐姫との間に、藤原恒美君、くん、長田かわくん、 三河カ蓮ラレン等の祖、竹古村寺を、うふとしかさまレンの祖、大観命の娘であると目を乗れ両姫との間に、ひねのかずらレン、白、カツラレンの祖、いらがきレンを生んでいる。また娘の清姫が、部、諸熊レンの妻になったという。ありがとうございます。